私が選ばれました、うなの相方に。やった。どうだ、最近パセソラハさんとだよね。ああそんな、あそこはもうね、ね、もう恋恋なんか姉妹みたいじゃない。ね、そうよ、なんならもう私はカップルだと思ってカップルか、カップルよ。そうか、そうそうじゃん、私がいるよ、うなには。お姉ちゃんだからね、うん、そうだよ、可愛い嬉しい、そうやってもらえて。大阪1日目ありがとう、小さ結婚してじいじいありがとうございます。やっほ、顔が映ってないけど、やったね、ハイトハイト、おでこです。そう、オンラインチェキサイン会始まったよね。始まった、なんか、予約も始まったのかな、今日から。確かに、知りたいねえ、それみやんこ先生、たい焼きありがとう。誰連れ込んでるの？私が連れ込んでるのはうなちゃんです。髪型かわいい、嬉しい。よかったら ST のホームページ見てみてください。今日も朝言ってた、あの15日二の丸さん、再来週の日曜日、ありがとう。久しぶりの休みだったら仕事入りそうっていうのは、そういうことだったらしいですね。東京さん、東京1068さん、団子ありがとう。りょうたくんハートありがとう。どうさ、初見さんこんばんは、はじめまして。え、全然、もう申し込んだって人いる。チェキもう予約始まってるわ。あ、ほんと？うん、だってチェキ始まってるっぽいので、よろしくね。え、全然2つ生写真とは、もう嬉しい。チェキなので、手間なんかないよ。変えながらね、そうそう、サインをしていこうと思います。レオネさん、鈴木ありがとう。よーくお疲れありがとう、うん、一個もお疲れありがとう。そう、妹です。タイムファイヤーさん、鈴木のぶーさん、遠い牧星さん、キヨニー、タンゴ、ひとみちゃん、星花火、かわいい、嬉しい。キヨニー、鈴木、あやとくん、お疲れありがとう。クマさん、月見のクマさんかな。私が一緒にいるのはうなちゃんです。おでこ強い、無事ですよ。フラさん、鈴木、わたあめさん、結婚して、そういうことだったみたいだね。私もさっき の公式の発表を、マミさん、ハート、タランボさん、何のお仕事か、星花火ありがとう。チェキ会ってことは初めて。チェキよろしくね。昨日か一昨日に15日のカレンダーのどんな洋服着よう、仕事って書いてあったから。もう寝るの、うん、なめなめ所長、すすき、タイムファイヤーさん、お団子ありがとう。すすき、すすき、すすき、あやぱん、あなちゃん、すすき、ありがとう。ツアーありがとうね。今日ミキちゃん、星花火、シュレーターペンギンさん、お疲れありがとう。ケンタッキーさん、たい焼き、ユーゴさん、鈴木、ハルキさん、ハート、ありがとう。12年に入れたから、サイリートランプ、なべさん、そっか、あったね、個人のプレゼントも、はい、あ、鈴木ありがとう。イサウチハート、イサウチさん、星花火ありがとう。10月以降皆さんありがとうね。発想だったっけ、時間はかかる。イサウチ、星花火、待っててください。カズヒーさん、ハート、おやっきーさん、鈴木、ありがとう。セブンさん、氷、ありがとう。ね、ほんとね、嬉しいね。え、先輩と行くのも初めて。え、初めて初めて、うん。え、かお祭り行ったか。あ、そうや、うん、そうじゃ。お祭りに行ったぐらいで、なんか、氷はあったけど、そう、焼肉とか初めて。嬉しい。ね、嬉しいね。かわいい反応が。よかった。連れて行ってもらえる。ね、どこのさ焼肉屋さんなんかね。ジュレ、めっちゃ高い、高いとこがええよね。面白い、ほんと。なんか高いお肉食べたいもん、食べてみたい。食べてみたいよね。うん、ジュレのお弁当出たやん。え、あの、美味しかった、ね、あれマジで最高だった、うん、あったよね、忘れられん。いや、ほんとよ、ね、なんかあれだけでもとろけてってさ、常温でもさ、なんかすごかったよね。そうそうそう、美味しかったよね。美味しかった。なんか横についとる、なんかちっちゃいやつだ、キムチみたいなやつ。そう、それでさえ美味しかったよね。全然違うんよ。そう、え、ちょっとお高めなお肉期待しています。期待してます。おやっきーさん、星花火、伊佐内さん、ハート、大好き、かんつきバトロン、結婚して、鈴木でお魚を思い浮かべるのが有名だし、無償化、鈴木お魚知ってる。あ、そういうことか。鈴木のお魚、鈴木って知ってる、お魚、え、知ってる、大きいやつ、うん、
海で釣れる。そう。なんかさ、動物の森でさ、うん、魚釣れるんよ。うん、で、スズキが釣れたら、またお前かーって、そう言うの。そう。そうなん。スズキ釣れたらいい方じゃない。え、そうだよ。美味しいよね、うん、あれ。らしいよね。私食べたことないけど。なんかじいさんありがとう。かずひーさん、じごさん、花束、OS さん、ハート。いさおちハートありがとう。ビッグボスさん、すすき、そうだね、中学生で焼肉だね。くにちゃんハート、え、やばい、最年少と最年長おるくない？確かに、え、年齢幅えぐ、うん、すごい、上下えぐ、絶対学校じゃ関わらん、え、年が、ほんとよ、すごいね、すごい、すごいわ、くにちゃんハートありがとうございます。ご飯行きましょうね、差し入れでいただいたんですけど、まだ食べております。私今から食べよっかね。いいじゃん。ありがとう、ありがとう。温かいうちに食べなきゃ。どうやった、うん、行ってみたいわ。コバさん、サンパチさん、カズヒーさん、イサオチ、やばい、布団の上で食べるっていうさ、うん、良くないことをさ、うん、しちゃう、やばい、いっか、ヨガさんようにすれば、そうね、うん、こんなんさ家でしたらもう大怒られ、うん、大怒られ、全然やるわ、言うな、え、キャおもろいやけど、でもバスタオルとか引いてさ、あ、いい子、困らないようにしゃーって言われるけど、あ、そうなんや、おもろい、眠い日とか移動気がある、うん、寝ながら食べたいよね。そう、シーメンさん、鈴木ありがとうございます。キヨニーさん、パチさん、ちょっとお名前読まして、成田のしんさん、半分以上なんだ、うん、え、上手が多い、ヒヒさん、ほうさん、違う、今日洋菓子、タッキーさん、タラモマニアさん、かわいい、ゼブラさん、そら豆さん、ホットミール、ピロコーさん、ブンちゃん、ハーさん、結婚して、東京同様、東京だったコバさん、トモさん、あの、暖かい、マシャさん、こぼすに一票、こぼさないよ、自分で水分だって大人やつだったんですよね。だからそれをいっぱい食べすぎてライブ終わり、そんなにお腹減ってなくて、ただのシューマイ、ただのエビシューマイ、めっちゃ食べてる、あ、違う、夜ご飯、ただのじゃないよ、エビシューマイは、ネギ、ネギ、いて、ハンハンと、ここいつのミニマラみたいな、そういう時ありがとう、明日の昼は2回お話し会よろしく、ね、カラサさん、誰も、おやっきーさん、かわいい、エビ様、お疲れ、1回席のマヒャさん、ハート、バディーズさん、ハート、ありがとう、ダンスの先生がいるところに飛んでたらしくて、ウナタンとツーデスさん、なのでちょっと明日は本当に2回席目指せます。今日の大阪の方では2回席目指せんことない、頑張ればいける、頑張ります。肉まんはないです。ジュリアンさん、ハートありがとうございます。はじめまして、うん、嬉しい、ダンスの見せ方良かった、このアングル、あ、止まってた、ツーデスさん、キューさん、ありがとう、え、今日ユニット曲の前 MC で上手の袖から、うん、夜ご飯ちゃん、一瞬出ちゃったの、ごめん、見られてた、私あそこマジでステージのあれかと思って出たの、フミットさん、花束、やばい、バレてる、真空圏さん、フミットさん、ありがとう、ちょっと食べておかないと、聞こえてる、あー、チキグサイン会ありがとう、ツーデスさん、ハート、なんとなくこう方向というか、ありがとうございます。ご飯食べる、あ、ペロペロチーノさん、結婚して、ありがとう、うわ、見て、めっちゃアピールしてね、ノーネームさん、ハート、ありがとう、2階席の方も油断せず、え、カスうどん、怖い、なんだ、ピクルのたこ焼き食べた、怖い、あー、大丈夫、終わりました、いただきます、出ましたよ、お、幕張ツーショット、やった、10月末だね、おー、串カツもいいね、大阪らしい、
スーダンのカスはホルモン揚げたもの。へえ。ホルモン丼とか好き。ホルモン。うめえ。美味しい。どっち、エビの方。うん、エビ。いいね。おいしい。もう。みずみずさん、鈴木、ありがとう。うま。日向坂さん、いさおち、ありがとう。話し会直接と。レイベンさん、ありがとう。やっと。ちょっとごめんなさい、ここを忘れとった。え、そうなんよ。あそこに会長。マジか。うん、ホテルのチェック。渡辺さん、鈴木ありがとう。ちょっと片手でごめんなさい。あ、もう15分経ったの。お風呂に入って明日に備えようかな。うまい。うん、渡辺さん、だるまありがとう。はあさん、こんばんは。はじめまして。うん。ピオニー、うまっ。ミルパルクホール。新大阪駅の近くであるので、ライブ。行儀悪い、私。常に食べてるって言われてる、私。一旦こっち。うん、サルイコート、ありがとう。やばい、消費期限。え、どっち。10月1日明日、明後日。うん、あ、常温だと今日まで。うん、冷蔵したら10月1日。そう、うん、で今日までない。うん、じゃあ冷蔵して明日の朝食べようかな。うん、そうしそうしようかな。チンしてさ。隣の人をよろしくお願いします。俺ですか。本当に口のあのアバターの方だ。あ、本当。はあ、よろしくね。こちらこそ。桜花さん。こちらこそよろしく。保育させていただきます。うらちゃんのことを。でも保育される側やね。どっちかって言ったら。なんで？うん？もうなんかさ、一時期さ、うん、なんかリコちゃんおいでみたいな感じでさ。最初ね、ピンマイクの時だっけ、うん、そうよ、私めっちゃ元気ない時とか、ね、そうだよ、やってもらってた、ね、マジで優しかった。どっちがどっちか分からないよ、ね、ほんとよ、うん、めちゃめちゃさ、私幼稚園の子のさ感じに接してもらっとって、そのドキドキ、ね、それで元気出しよったもん。うん、ありがとうね。あの頃マジきつかったよね。みんなじゃない、みんなボロボロだったけど、うん、そうだよ ね、もう慣れわけじゃないけど、慣れないことについていくのに必死だったよ。みんな頑張ってた、ね、みんな頑張ってた、ほんと。ホットスーさん、すすきありがとう。ムクスツヌさん、つよぽんぶさん、ありがとう。キヨニ、うまっ、ありがとう。やっ、あーバディーズさん、ハート。マーリー29さん、ハート、ありがとう。ネギ、ちょっとよっちゃん、ありがとう。ちょっと後輩ギフト、マーリー29さん、ありがとう。隣の人をよろしくお願いします。うなおた、え、誰、うん、えっとねゆうすけさん。おはゆうすけさん、こちらこそ、こちらこそ、うちで守らせていただきます。面白い、ちょっとやばい。今日はこの後絶対にベッドにシウマイをぶちまけます。誰にやれてる。予言しとる人がおるよ。やばい、絶対大丈夫。わたあめさん、あ、やばいやばい。しかもネギかけた、見て。わあ、いいじゃん、もらったやつ。そう、たこ焼きのやつやろ、ほんと。そういいじゃん、合う、絶対合うよね、本当。うん、確かに初めてネギかけるくない。シウマイってそんなかけんよね。でもなんか入って、あ、ニラか、なんか、あー、え、キャベツとか、うん、入ってそうね、いけるんじゃない。え、いけるよね、絶対美味しい。食べますよ、イサオチハート。こっちは無印シュウマイです。よっちゃん、ユージさん、マサオさん、福ちゃん、初めまして、ありがとう。え、あれ、なんか今日初見さんでめちゃめちゃギフト投げてくださる、うん、ま、いいじゃん、ありがとうございます。ヤキちゃん、ミキちゃんだ。ネギ絶対美味しいよ。ネギやだ、絶対こぼす。でもちょっと大事にいただくよ。やばい、これはこぼしそう。え、一口でいかんといけんのかな。うん、今見て、やばかった今。え、この蓋があってよかったよね。よかった、ちょっと目の当たりにされたもん今。あって、ね、
身がでネギをもりもりにして、これはね大丈夫、待っていけるやろ、あ、いけいけい け, いけます、おお、いけたいけた、うんうんうん、出る出る、うまどう、おいしい、うん、めっちゃジューシー、あ、そうなん、うん、ネギいいよ、ネギ本当、うん、ネギだけ食べ、うん、ネギ単体で食べるネギこぼさんかったよ、リカちゃん、うん、こぼしませんでした、大丈夫でした、ご安心ください、うん、今日ここで寝るからね、タイムさん、ハート青色です、さすすき、ありがとうございます、マジンチさん、ハートありがとうございます、ラストマンさん、ペンライト緑のペンライト、ありがとうございます、皆さんも551よかったら、新大阪駅にもあのチルドとそのままのと両方売ってるので、ぜひぜひ買いたい方買ってお土産に、うん、ネギ辛、ニューさんハート、セミマルチョハート、ありがとうございます、私はリクルおじさんのチーズケーキを食べたい、あ、いいね来そうだけどね、あ、確かに明日来るかな、うん、やばい、アイドルの裏側じゃん、え今もうこうやってやってアイドルの裏側配信、待って、めっちゃじわる、ここでさ、大阪のさ観光名所のさ、なんかさ、これたこ焼きじゃない、あ、ほんとやだってさ、ここさ、あの食い倒れ太郎がおるんよ、ほんやめっちゃ面白いんやけど、やだ面白い、ね、ぜひやこれなんかなかもしれない、全部同じ写真なんかね、面白い、私たちだけこういう観光名所の写真とかじゃない、そうなんかね、なくどこも一緒説、面白いな、アイドルの裏側って毎朝やってる、バレバレだ、クマちゃんありがとう、リコちゃんいつも通りだった、秘密の裏側、福ちゃん、あ、大阪公演私も最高やったよ、ネギ色のこれはレッスン着ですよ、クロおじさんのチーズケーキを買えなかったら、トリマルおばかさんハートありがとう、パパに頼みます、いいね、かわいい、パパに、名古屋行った時もさ、うん、名古屋行って、うん、リナが名古屋ツアーして、うん、1週間後にパパ名古屋出張行って、え、そうなん、今回も大阪行って、来週パパまた大阪出張、うん、なんかさ、ついてきとる、めっちゃストーカーなんやけど、ほんとよ、次どうする、どうしよう広島、あ、でも打ち上げ、あ、打ち上げ来るかな、打ち上げ来るんじゃない、次もう一緒にツアーしとるやん、あのお話し会幕張りとか、1週間後幕張りおるかもしれない、まあ、絶対おる、10月21の1週間後はうなパパがいます、そう、え、初ライブありがとう、ホワイトチコガチカラスさん、あやとくん、ネギ美味しい、うん、訪問200回嬉しい、修学旅行みたい、確かに、ウクスツヌさん、うん、ユハニホワイトのやつ、ハートありがとうございます、え、あれじゃない、赤サタナ、赤サタナ生き七にウクスツヌ、あ、そっちか、うん、エキスツヌ、ウクスツヌ、ウクスツヌさん、ウデを選んだのおもろくないなんでなんか赤サタナでもなく、うん、おこそとのとかでもなんか、おこそとの、あ、とのか、そっか、言いづらいよな、ね、おこそとのうくすつぬ、うくすつぬいいじゃん、ゆうじ、まにょち、ドライブ大好き人間さん、ネギは多いほど美味しいよね、みんなありがとう、しょっちゅうドライブしてるよ、基本旅行はドライブとか車だわ、水鉄さんペンライトありがとう、もうね、今日はいっぱい食べるんだから、1時間半でワンホール食べるんだ、ワンホールやばい、それがきつくないか、みんなコメント読んでるよ、やろ、微妙な1週間差でパパにストーカーされてる、自然と私主義、めっちゃ気合い感じた、北海道だったら嬉しい、行くんだ、ありがとう、北海道に出張先、これビールあったらやばい、カムカムレモンさん、イサオチたい焼き、のれみおさんかっこいい、ありがとう、そう、2人部屋なの、ゆうじさんハート、チェキ班委員会よろしくね、でもチェキ、チェキは届くよ、配信見れなくても大丈夫、取れた取れた、取れた、まだ乾くよ、福ちゃんすすき、うん、明日も何なんか美味しいのあるんかな、フリマルおばかさんハート、ありがとうございます、今日は、じゃあ今日の差し入れで一番美味しかったものランキングさ、やっていこうよ、でも
何も食べてない。全部持って帰ってきた。あ、そうなん。あ、みたらしが食べた。あ、あれもう私あれ1位って言おうとした。あ、本当？あれめっちゃ美味しい。美味しかったよな。うん、あれが1位だな。パセリ突っ込まれたたこ焼きも美味しかったけど。あ、そうやった。箸で無理やり。そんな突っ込まれたん。かわいい。食べさせてくれるよね。ソース派だった。塩ソース。ソースだと。ああ、そうなんだ、うん、やっぱソースよ。ククル好き。ククル美味しいよな。うん、真中もいいし、なんかどっか分からんとこのさ、なんか焦げたやつも美味しかった。え、多分焦げたやつ。え、白い箱。あ、そうそう、白い箱。あ、それ、あ、それやった。焦げ目ってか茶色っぽいやつ。茶色っぽいやつ。あれ、そうなの。美味しいよね、もう幸せ。熱々なの最高。え、それなんかあったかいさ、なんかあったかくなる機械みたいなあったじゃん。そうそうそう、あれいいよね。うん、また明日もあれがいいね。あるのかな、明日はどうだろう。スワーってなんかさ、うん、すごい大物芸人、芸人、芸能人になった金銭、うん、わかるよ。え、わかる。いつも違うけどさ、うん、なんかホットミールある時かなりあの、あ、大きくなったんだなみたいな。え、そうなるよね。めっちゃわかる。思っちゃう。めっちゃわかる。久しぶりに夜行バス。ウクスツヌさん、りょうたくん、大好き神崎ワータロンさん、ユージさん、ありがとう。チェキよろしくね。大阪も名古屋もだいぶ前から言っちゃった。ハート、のりおすさんも。アッキーさん、ハートありがとう。あ、みたらし団子、キアス、多分そうだと思う。なんか丸じゃない。あ、本当？キアス、なんかさ、細長かったよね。うんうん、団子が。なんかトッポギみたいな。ノリオスさん、ハート。金拓さんも、りょちゃんもハートありがとね。ミキヤくんもありがとう。ありがとう。よし、あ、ほんと、うん、お風呂入りな。もう汗がエグすぎて。え、ほんとめっちゃネギ。ネギかけるよ。持って帰ってきた。うん、そう。さっきの一瓶で終わりかと思った。そう、あれはさ、なんかもう残りみたいな感じやったやん。これはもうまるまる一袋。そう、実はネギだくでいきます。いいな、ネギがもう主役よ。うん、美味しい。ネギのおかげでちょっとなんか脂っこさが減る。ぜひぜひ皆さんも見て、お土産とか美味しい食べ物あったら、うねうねのご飯で。あ、いいね。あやとくん、星花火。ゆうじさん、ハート。ふくちゃん、星花火。いっぱい目が。あやとくん。ニコチのネギだくの量がすごいわ。もうシュウマイがあったところにネギがすっぽり入っとるけ。そう、ほら。1個分ネギ。そう、1個分のネギ。マリオさん、ハート。本当私も最高だった。伊佐内さん、ヒッチッチさん、ポン酢もいいね、つけたい。ネギ大好きよ。金拓さん、美味しいものね。フリマルおバカさん、今日誕生日。ドライブ大好き人間さん、お誕生日おめでとう。美味しいもの聞いたことあるの。ミリア君、ハート。周一郎さん、ハート。ありがとう。ネギはこぼさない。いくよ。怖い、本当にね、見えるようにちゃんとね。怖い。えらい、ちゃんと見えるように。そう、見えるようにちゃんと。やばい、これ一口でいけないからちょっと半分に割ろう。ちゃんとね、こぼさないようにちょっとやっていかないと。うわ、いいね。リコチが食べたらランキング用も。あ、じゃあ無事に食べるからね。いくよ、いただきます。うん、うまい。よかった。うん、こぼさなかった。よかった。ブルー目守ってくれたからね。よかった。うん、おいしょ。いってらっしゃい。ゆりゆり、お土産がいっぱい出てくる。あんはしません。
12位、アーロ大好きさん、11位、デミーさん、10位、マーシーさん、9位、ピンクカメラさん、8位、デリーさん、7位、水鉄さん、6位、ナスノさん、5位、ムネヒラさん、4位、イオニーさん、3位、カメさん、2位、アキセブンさん、1位、ミユさん、パチ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 、ありがとうございます。参加の皆さん、ありがとうございます。ありがとう。それでは明日も全国ツアー in 大阪メルパルクホールであるので、配信もありますので、明日は来れない方はぜひ配信を見てください。明日がツアー千秋楽ということで頑張ります。ということで、今日配信見に来てくださった皆さん、そしてツアー大阪見に来てくださった皆さん、ありがとうございました。せーの、皆さん、かわいいはい、ありがとうございます。はい、ありがとう私も行ってみたありがとうございます。かわいい。それでは配信終わります。またね。また明日時間次第で元気があればするかも、うん、分かんないけど、いいんだよ超自由人だからね。いい うん、よし、それでは配信終わります。ありがとうございました。またねーって。4、3、2、1、かまたねいいねー、かまたねー。メルモル様、ありがとう。かまたねー。かまたね。おやすみなさい。また明日も楽しみにしてます。かまたね。かまたねお疲れ様。まだちょっと続けててもいい？あ、どうぞどうぞ。ありがとうね。どうぞ。ありがとうね。え、ルナのさ、シャワー音をここで垂れ流していいの？え、全然いいよ。いいの？ラッキーコンテンツじゃん。ラッキーコンテンツ。ルナのシャワー音。行ったかな？行って、来てさ、こっちでさ、ルナちゃん今は髪洗ってるんだねみたいな言ってるかもしれない。ルナ長いぞ、髪洗う。え、そうやろうね、だって、うん、長いもん、わかる気持ち。あら、そうなん？うん、家族の。そうよね、順番あるもんね。うん、お風呂待ち。あ、そう、うん、ねえねえ、かわいいね。え、ねえ、お兄ちゃんだけにこっち。そう、いいって呼ぶ私は。お兄か、うん、兄とかじゃないね。お姉は違うもんね。お姉ちょっと違うね。お兄いいってよ。秀一郎さん、ハートありがとう。ネギこぼしませんでした。必死にもぐもぐしてた。ユージさん、ハートありがとう。あ、ウナからスティッチのスタンプ出た。これ貸してる。日向坂さん、音符ありがとう。ノーネームさん、鈴木イムさん、ハート。マーシーハート。自然淘汰めっちゃ良かった、嬉しい。え、なんかさっきカメコも見たよみたいな、すごい嬉しかった。福ちゃん、星花火。あ、 ASMR する。ASMR 暴露配信、おもろ。偉い人たちの前で踊らされる。これはもう、でも、あ、間違えた。馬ありがとう。ボヤッキーさん、馬ありがとう。もうやりきった。イッシーさん、星花火。ピカちゃん、鈴木、ひまわり29さん、ハート。ゆうやさん、お疲れ。カズさん、馬大好き。神崎渡郎さん、ゆうや、ユージだった。ハートありがとう。あ、そういえば昨日私何でちょっと夜更かしをしたかって言ったら、タワーのお礼をめっちゃ書いてて、あの2日目3日目と4日目5日目の、あ、いいよ、どうかな。あ、かわいい、映ってくれたよ、みんなラッキーだね。お手振りもしてくれたよ。誰の声？うなちゃんです。今日は同じ部屋なので、これからうなちゃんはお風呂に入ります。お風呂に行ってまいる。行ってらっしゃい。毎日
おもちくんありがとう。ひなととらさんお疲れ。金高さん音符ありがとう。しれっとうなさんの壇上に入ってしまった。おったおった。こわさん音符。るちゃんハート。さマーシーハート。あ手洗い。金高さんハート。サバトラ猫ちハート。あうなちゃんのショールームからどうぞどうぞ。アンピーだったのか。惜しい。うなちゃんでした。私はまあ30分ぐらいはしたいと思ってたけどどうなのかな。福ちゃんた、うん、いいよね。変顔ループサバトラ猫ち鈴木成田のシーン。福ちゃんも鈴木。金拓さんあやとくん小熊ありがとう。あよかった。こうだね。じゃあ私がありがとう教えてくれた。ツーデスさんハートありがとう。ケンちゃん金拓さんありがとう。イサオチハート。ケンちゃんハート。タイムファイヤーさんありがとう。こうだねありがとう。ヨウくん鈴木中五さん草間ヒップさんありがとう。あ嘘これねホテルの、あよきホテルのあれをあの Wi-Fi を使っているんですが、もしかして泊まる。私のねんこれなら安心。角度 OK ありがとう。大丈夫ですね。戻ってきました。ループどう大丈夫そう。ほんと？あ、嬉しい。テザリングよろしくなんだけど、パスワード教えて。おもろいおもろい。え、今日本当に楽しかったです。ま、え、ちょっと良くない？そう、Wi-Fi ちょっとかお借りしてるんだけど。ぼやっきーさん、ありがとう、すすき。たこ焼き食べた。めっちゃ美味しかった。な、よかった。え、大丈夫でした？チコチコシップ0809。いや、そらはさんのお誕生日。金沢さん、ペンライト。ネギ。じゃあまたちょっとネギはちょっと全部使い切りたいので、ちょっともう全部入れたいと思います。ちょっとネギごネギの袋越しのわしたし、えこぼれないように慎重に。やば飲み方。じゃこういう画角にしよう。アビシューさん星花火。ナオトさん鈴木。金拓さんだるま。ナオトさん鈴木ありがとう。ほぼネギになりました。ネギ配信。ええちょっとちょっとモリモリすぎてもうシュウマイが見えませんが、こぼすね絶対にこぼすね言われてる。タイムファイヤーさん星花火。テイカーさん結婚して、はぁ、あ、今ちいかわのうさぎの反応をしてみました。はぁ、あ、ってめっちゃ笑顔できつく聞くあれです。
20% です。スマホが空鳴さん、鈴木、ホワイト、チゴガチ、ハート、空鳴さん、だるま、福ちゃん、大阪公演最高でした、ありがとう、イサオチ、ハート、ありがとう。ごめんなさい、 20% です。あ、鼻から出てるみたいって言われた。 20% になって止まっちゃいました。いくよ、せーの、笑われてる。何？何？ネギうまいって言ってる。ちょっともだれてた。うん。うめえってなった。どうなったもんです。うん。うんうん。確かにネギで美味しそうに食べる。福ちゃん、イサオチ。うん。金たくさん、カラスさん、ありがとうございます。やばい、もうお腹いっぱいかもしれないです。もだえて、でもまだ食べる。シューマイね、美味しかったよ。でもさ、こんないっぱい食べてさ、良くなかったりしないから、大丈夫かな。うん、うん、ネギ焼きやば。コバさん、ハートありがとう。うん、冷蔵庫ある。え、たい焼きいいな。うん、冷蔵したら10月1日でもネギが生き残れるかがさ問題やん。ネギ焼き、ネギ焼き絶対美味しいよね。確かにネギのさ過剰摂取でやばくなったりしないかな。トシさん、おもちちゃんありがとうね。明日めっちゃむくんでたらやだもん私。金拓さんも、たい焼きありがとう、嬉しい、食べたいの。じゃあこれがラストシューマイ。 This is the last シューマイ in the beginning。ネギのさ、むくまん大丈夫かな。過剰摂取ってさ、何が出るの。いただきます。致死量とかある？ネギは大丈夫？ネギでむくまん？マタロンさん、音符ありがとう。ネギ疲労、ネギ疲労回復にいいんだ。確かに、襲来本来のネギ薬、ハート。ん？でもシューマイ本来の味は実はあったかいうちに食べたんです。すいません、うなちゃん今シャワー中です。やばい、今のとこネギ一つもこぼしてない。大丈夫だよね、きっと明日のリハとかでむくみ取れる。え、いただきます。
や、ごめんなさい、口の中見えちゃったかも。ベッドの上でネギになる？ネギと添い寝。飲み方やばい。うますぎて馬になったわ。ポムさんありがとう。ミキヤ、ミキヤ君、人生方向音痴さん、馬の絵文字がギフトに見えちゃった。ありがとう。シュレーターペンギンさん、ファイト。ありがとう。明日ネギオーラ出てるかも。モーさん、なんかちょっと緑のオーラ。ウクスツヌさん、ポムさんありがとう。モーさん息をする心になれた？嬉しい。うまうまです。ほんと近くに来た時にさ、え、に、リゴシネギ癖みたいな。あ、血液サラサラ成分でむくまない。え、ねえ、天才なんだけど、ありがとう。カズさん、うまありがとう。じゃ、ネギ。そうだよね、血液サラサラになるよね。トムさんありがとう。よかった。ジェリーさん馬かける10やばい、高そうそのギフト高そう面白い、タワー分ぐらいありそう。タイムファイヤーさんありがとう。満腹の馬。あ、めっちゃアイドルの裏側の背中。一旦避難。うん。福ちゃん、たい焼きありがとう。あ、ちょっと寒いかもしれない。27度ぐらいにしようかな。希望の光を浴びながら、ドン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 。うちょ、寒い。マニョチ星花火。なし。ジェリーさん、フグちゃん、ピアックさん。ネギ女王に推薦って嬉しい。あやとくん、なりとのし、大阪公演ありがとう。嬉しいです。皆さんギフトありがとうね。りょうち近づいてきた、やったー、ありがとう。え、うさ、ありがとう。マニョチ、人間ドックの時に着る服ってあんな感じだったんだ。マニョチ、キハさん、じゃん、なしです。うさださん、ほんと19度とか言ってる無理。もうテイカーさん、ハートありがとう。うさださん、いさおち、いただきます。ネギかける100、めっちゃ嬉しいギフト。えたい、いただきます。うん、ウサギみたい。ウラベさん、たい焼きありがとう。トシさん、ハートありがとう。ウラベさん、星花火ありがとう。ふくちゃん、大阪公演最高でした、ありがとう。ススキ、それでいくらくらいするんて、何円なんじゃ高いです。300タックス E。
ねえ、なしの子、うーでかでかい、うー今絶対配信に映ったでしょ、ね、丸亀製麺、ちょっとダメです、こいつ誰、映ってるんじゃない配信に、ちょっとこいつめっちゃ動くからちょっと 見せてあげたい、自分が黒いからどこ、え、見えた見えた、え、見えた見えた、翔さん待って、虫さんうらん、ね、見せられて、見せ、見れた見れた、イムさん可愛い、ありがとう、翔さんハートありがとう、待って見れた、タクシン嬉しい、ね、今見えた、丸丸丸っこまるまる、私あの虫のことを家で、あの実家では丸っこまるまるって呼んでました。あん、キャッチボール取れなかったの、あ、でもカメムシではなかった、そう STU 界隈でマジで流行ってんのカメムシは、なしに虫つらいんだけど、イサオチハートありがとう、え、見れた見れた、ちっちゃいさ、なんか真っ暗なやつ、なしにはあ、美容効果、むくみ防止と肌に良いそう、え、嬉しい、ありがとう、そう、まるこまるまるって名前、わかんない、ちょっとなんか丸めの飛ぶ虫、うん、うん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 、あ、ではない、え、やっぱカメムシ全国的にやばいのね、このだし全部甘い、うん、大量発生してるんだ、あのさ、ちょっと独特の緑がさ、いや自分もさっき緑着てたんですけど、あの緑がね、なんだかね、翔さん誰もありがとう、ショウさんハートもありがとう、あ、カメムシ茶色いのもいるんだ、秋になったら茶色くなる、うんうん、ハズレなしなし、なんか果物の牡蠣の匂いがする、やだ、私今ご飯食べてる、うんうん、梨の皮をかぶった柿では、フフフフ、いいよ、イムさんハートありがとう、最後が一番シャキシャキ、私いっぱい見てくれた、カニグラタンさん、ススキありがとう、おつーさんもありがとう、もやっきーさんうまっありがとう、たけさんハート、みやおさん、ススキ、たけさんハート、草松ヒップさんハート、中秋の名月さ見れてない、見えなかったです。タッキー
キイチハートありがとう、ミキヤくんハートありがとう、タケさんハート、なんかさどんどん配信でも私食べてるよね多分。ミャオさん、タケさんありがとう、ボヤキさんもうまーく、サマジヒップさんありがとう、ミキヤくんもハート、タッキーチもハートかわいすぎたうえー、あそうだよ私狼になるから、何してるのカズさん、あ私に中秋の名月見させてくれてありがとう、え十五夜の満月マジで7年後、それは見なきゃ、でも見に行きたい、月のパワーもらいたいんだけど、 MA さん、フリマルおバカさんハート、おたあめさんもハート、ビリーカルビンさんありがとうございます、えかなり見たいんだけど、コンコンミラボーありがとう、え見に行きたい、月にさお願い事いっぱいしたい、大好き神崎渡郎さんハートありがとう、ブルームーンも良かったよね、12時くらいが一番綺麗に見えるかもね、よしえ8割いいじゃん、コンコンありがとう、すき焼き間違えた、鈴木だよね、ブルームーンみたいにさちょっと写真撮りたいな、今日実はさおでこ出してました、もうこれあの配信がなかったからやったんですよ、でももう明日はちゃんと前髪下ろす、12時に一緒に見に行く会しようよ、何時え今何時、まだ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 かな、配信今何時何分ぐらいやってるんだろう、なんか鼻詰まってきた、ネギ食べすぎた、あピンとネギ食べすぎたからかな、タイムファイヤーさん、鈴木ありがとう、今日レアだよね、んえあと5分で1時間マジ、えめっちゃ私配信してるじゃん、そんな私してる、えもう23時半なの、えマジ、ピュアに見える、ピュアだよ、ピュアだぞ、ピュアすぎてマジめっちゃ配信しちゃってたね、え、やっぱご飯食べたりしたらあっという間お腹いっぱいになっちゃった、お月様見に行くね、大阪ってさメニストップないよね、熊吉熊尾さんハートありがとう、確かに今日はじゃん、カズさんハートありがとう、私か配信のえ本当時間感覚めっちゃおかしいよね最近、えかなり私毎日本当たくさんやってるからさ、ピュアチだぞ、えマジミニストップあるんだ、つるい会場近いな、マジか、ソフトクリーム食べたい、マキチさんハートありがとう、マーシーハートありがとう、おおかえりうなちゃんが帰ってきました、マーシーハートありがとう、バキハ君結婚して、はぁうさぎの真似、はぁ違う、はぁ、うん、サイコパスうさぎかわいい、イムさんたい焼き、マーシーさんハート、嘘ネギは逆に鼻詰まりの解消効果ある、マーシーさんハート、イサオチ鈴木ラフだね、めっちゃラフ、パイピンピンと頑張ってる、パイピンピント頑張ってるって言うとしたのに、マーシーさんハートありがとう、強いよ、じゃあ
サイコパスウサギは、YouTube でやってる。見た方がいい。じゃあわしもそろそろお風呂入るかな。福ちゃん、ススキありがとう。隣ネギを食べ過ぎてもやばい。タイムファイヤーさん、ススキありがとう。私明日はコンコン星花火ありがとう。明日は多分夜45分はでき、15分はできないと思うので、朝家出る前にちょっとしようかなと思います。15分だけの超簡易配信になっちゃうかも。許して。チキンアム7にのバカ、星花、星レインモンスターありがとう。お風呂入る。うわー食べたいよかき氷。よし、じゃあ壇上の方をお呼びいたします。お風呂配信めっちゃ人気じゃん。お顔見せるね。明日むくんでるかちょっとチェックしてみて。朝何時ぐらいかな。9時半とかかな。カズさんファイトありがとう。イサオチ氷ありがとう。9時半ぐらいに。タイムファイヤーさんハートありがとう。うん、お風呂入ってぐっすり寝る。ありがとね。配信そりゃもちろんするよ。あれ、イサオチ氷、カズさんファイトありがとうござる。タイムファイヤーさんハート。明石の金じいさんありがとう。風呂敷トシさんもありがとう。じゃあみんな私の配信見てくれてありがとうございました。私も楽しみ、頑張る。今日も公演来てくださった方も配信さ、見てくださ、あ、配信はないじゃん。だから本当来てくださった方限定だ。本当ありがとう。でも私の配信、このショールームめっちゃダラダラ配信してたけど、見てくださって本当ありがとうございました。めっちゃ感謝。明日はじゃあ9時半にしたいと思います。15分だけ頑張ろう。じゃあ今からお風呂入って、まあ目標睡眠入眠時刻はまあ1時ということで、明石の金じいさんバラありがとう。頑張ります。じゃあみんなありがとうね。じゃあ39から読み上げるね。人生方向音痴さん、橋本ちゃんち、みきちゃん、ひちちさん、シーメンさん、なべさん、おっとっとさん、なべなべ所長、としさん、日向坂46さん、それなるさん、たきーノーネームさん、よっちゃん、さんぱちさん、カラスさん、ピカちゃん、渡辺さん、くにちゃん、うらべさん、シュレーターペンギンさん、ようくん、うぐすつんさん、のりとのしん、大阪ライブ頑張ってありがとう、さまざる猫ち、ひひさん、ゆうじさん、きよにいむさん、ぼやっきーさん、タイムファイヤーさん、こんこん、いさおち、そして本日の秋元先生枠はカズ先生です。ありがとうございます。ゆうや、のりみおさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はまにょちでした。まにょちありがとう。第2位はあやとくん、あやとくんありがとう。そして第1位は福ちゃんでした。指差し、福ちゃん大阪公演最高でした。ありがとう、嬉しい。めっちゃ近かったから嬉しかった。ありがとうござる。そうなの。うん、配信見てくれてありがとう。草まぜヒップさんお疲れ。明石の金じいさんバラありがとう。今日公演でちょっと課題をねたくさん見つけたので、明日はもっと成長した姿を皆さんにお見せできるように頑張ります。高見さんハート、明石の金じいさんバラありがとう。見ないよ。そう、明日、明日もっと成長した姿見せます。よろしくね。こちらこそ、いさおちハートありがとう、みきやくもハートありがとう。こんなちょっと見てくれてありがとう。金じいさんバラありがとう。ネギばっかり食べてる女でしたがありがとう。チキンやろ7人のバカお疲れありがとう。じゃあ皆さんゆっくり休めね。えいえい、お疲れで行こう。佐野丸ママ、鈴木マヨジファイトありがとう、嬉しい。そう、明日タワーのお礼書いたか。10% です。 10% 愛ゆえにさん、鈴木ありがとう。 10% です。ループまだしてる。あ、ただ戻った、よかった。じ
今宵も健やかに眠りましょう。それでは、えいえい、お疲れでいきますよ。せーの、えいえい、お疲れ。ほんとちょうどいいタイミングで、えいえい、お疲れ。みんな配信見てくれてありがとうございました。また明日も私は頑張るのでよろしくお願いします。えいえい、お疲れ。かわまたねってかわまたね言われたパパパンダさん、お疲れありがとう。成田のシーンファイトありがとう。えいえい、お疲れ。じゃあね、また明日早寝部頑張ります。バイバイ、バイバイ。